ありりがとうございまます助かりましたああのこの縁で私のご主人様見かけませんでしたか金髪ロングで私より頭一つ分小さい可愛らしい女の子の方なんですけど見てないですかやっぱりそうですよねうう <laughs> <laughs> やっぱり私捨てられたんだ<笑><笑> 私の頭撫でるんですかどうにかしたいと思ったから優しいんですねありがとうございますもう大丈夫ですおかげさまで落ち着きましたすいません縄も解いていただいて気になりますよねこんな深夜に公園で縛られてる人がいたら けどこれ以上迷惑をかけるわけには迷惑なんて思わないですかやっぱりあなたは優しい方ですねじゃあ少し甘えさせてもらってもいいですかありがとうございます実は私ご主人様の先ほど申し上げた方の 奴隷だったんです。あ、無理やりにとかじゃないですよ。もちろん同意の上で奴隷してました。まあ、捨てられちゃったんですけどね。この公園で拘束された後、もういらないって言われて、置いてかれちゃいました。い,いえ、ご主人様悪くないんです。全部私が悪いんです。もともとは取り決めた時間限定での主従プレイって契約だったんです。でも、 私がだんだん時間内だけだと満足できなくなっちゃってそれでプレイの時間外もご主人様にまとわりついちゃってご主人様は多分鬱陶しくなったんだと思いますダメですよね奴隷なのにご主人様の気持ちを無視して動いてしまうなんてだから私捨てられて <laughs> え 奴隷の何がいいのかですかそうですね。一番の理由は何と言っても、何もかも支配していただけること、ですかね。支配されてるって聞くと、自由がなさそうで、あんまりいいイメージはないと思いますが、実はいいこともありまして。辛いことをすべてご主人様に預けることができるんです。何も決断する必要はない。何も責任を負う必要はない。 私の行動で何の罪悪感も生むこともない。すべて、ご主人様が命令して生まれた結果になる。これってとっても素敵なことなんですよ。ひどい言い方しますと、私がどんな行動をしても、ご主人様のせいにできちゃうんですよね。だから私にとって、奴隷はすごく楽なんです。できるならずっと奴隷でいたいんです。あ、すみません。興奮してついつい長話しちゃいましたね。 忘れてください。気持ち悪いですよね、こんな女。<laughs> そんなことないですか本当ですか本当にそう思いますかだったら、あの。<laughs> もしよければ、あなた様の奴隷にしていただけませんか私、できることなら何でもします。どんなことでもしますし、どんな格好にでもなりますよ。望むのなら、夜の営みも。 だから、私を支配してください。命令で私を縛ってください。お願いします。いいんですか <laughs> ありがとうございます。それじゃあ、これからよろしくお願いしますね、ご主人様。では、ご主人様、早速ご命令をしていただきたいです。3回回ってワンとなけですね。わかりました。くるくるくる。ワン <laughs> まだ信用できませんでしたか安心してくださいどんな命令でも聞きますのでそれにしてもいきなり犬扱いなんてご主人様は将来有望ですね次は次は何をしましょうかえ顔が近いですかあ奮してしまってつい申し訳ありませんご主人様どうかこのしつけのなってないダメドレに罰をくださいどのような罰もお受けします ああまた縄で縛られるなんてこれでは何も抵抗できないですね <laughs> それでご主人様一体どのような罰をしてくださるのですか待てですかお,お待ちくださいご主人様どこへ行かれるおつもりですか私も連れて、うん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 んんん ご主人様、私また捨てられたのかと思って不安で不安で仕方なかったんですよ家に帰ってただけですかそうだったんですねけど次からは黙っていかないでくださいいいですか約束ですよえ渡したいものあっこれ首輪 ベッドの犬用ですかこれを取りに行かれてたのですね命令俺の犬になれですか <laughs> いいすごくいいですご主人様分かりましたご主人様の許可が出るまで私犬になります四足方向になって言葉もワンしか喋りませんあその前に ご主人様に確認したいのですが、先ほど家に帰られた後、こちらに戻って来られたんですよね。家は、ここから近いのですかやっぱり近いんですね。なら続きは、ご主人様の家に移動してからにしましょう。深夜の公園とはいえ、いつ誰がやってきてもおかしくないですからね。そうなれば、ご主人様も困るでしょそれでは行きましょうか。 この工作も一旦解いてもらっていいですか <laughs> ありがとうございます、ご主人様。あ、先にお手洗いへ行きますので少々お待ちいただけますかありがとうございます。それでは失礼しますね。<laughs> 今度のご主人様の自宅の場所は把握できそう。まあ、絶対に逃がしませんからね。ご主人様。